学校剣道選抜大会の閉会式を行います。一同礼、ご着席ください。成績発表並びに表彰、男子団体の優勝、明豊高等学校。前に進んでください。賞状並びに優勝メダルが大会役員に授与されます。
係の誘導に従って移動してください。賞状並びにトロフィーの優秀選手選考委員長並び大会役員より授与されます。優秀選手、福岡県福岡第一高等学校佐々木修、あなたは令和3年度第31回全国高等学校剣道選抜大会において素晴らしい活躍をされましたので、優秀な選手として表彰します。令和4年3月28日全国高等学校剣道選抜大会優秀選手選考委員会。賞状並びにトロフィーが優秀選手選考委員長並びに大会役員より授与されます。賞状優秀選手熊本県那智勝白百合学園高等学校小川彩香、あなたは令和3年度第31回全国高等学校剣道選抜大会において素晴らしい活躍をされましたので優秀選手として表彰します。令和4年3月27日全国高等学校剣道選抜大会優秀選手選考委員会。以上をもちまして表彰を終わります。女子優秀選手は左へ向きを変え移動をしてください。審判長交渉。審判長田島誠。公表を申し上げます。まずはじめに男子優勝校明豊高等学校、女子優勝校八代白百合学園高等学校監督選手の皆様優勝おめでとうございます。また男子準優勝校九州学院高等学校、女子準優勝校明豊高等学校、男子3位校長崎南山高等学校、東福岡高等学校、女子3位校筑紫大高等学校、五校高等学校の選手の皆様優勝誠におめでとうございます。皆様方はこのコロナ禍の中、高校の部活動ができなくなったり、試合遠征などが中止になったり、大会自体も非常に危ぶまれる中で、大きな試練を乗り越えて今日ここに表彰台に立たれました。試練を乗り越えてこの表彰を立たれたということは大変敬意を表したいと思います。高校剣道の本大会でコロナ禍の暫定的な試合審判法が導入されて試合を拝見させていただきまして、随所に
新たな進化したところを受けました。先生方、選手諸君はこれから夏のインターハイに向けてさらなるご精進をしていただき、インターハイでは大きく成長された姿を見せていただきたいと思います。最後になりましたが、本大会を審判の労を取っていただきました審判の先生方、また地元愛知県実行委員会の先生方、そしてこの大会に従事してくれました高校研修の補助役員の皆様方のおかげで立派な大会になったと思います。改めまして感謝の意を申し上げ、甚だ簡単ですが審判長の公表とさせていただきます。お疲れ様でした。終わります。はい、閉会宣言。大会副委員長浦和清。以上をもちまして、令和3年度第32回全国高等学校剣道選抜大会を閉会いたします。会場の皆様は全員お起立ください。検討されました選手の皆さんに、もう一度盛大な拍手をお願いします。以上をもちまして閉会式を終了いたします。一同礼。正面に礼。3日間お疲れ様でした。大会役員審判員は解散してください。優秀選手は頂点ケースの受け取りをお願いします。写真撮影がいます。選手、監督は高木です。おめでとうございます。安静な。はい。これもう一枚ください。今。安静な。はい。
やっぱり昨そうですね、あの去年のインターハイの選手たちが、もう5人残ってたから、まあ、あのその力をですね、まあ、九州学院さんに準決勝でかなりもうあのいい形で打たれたので、まあ、それを勉強にしてですね、あのなんとかそれから君たちが頑張る材料を、見つけてやっていかなあかんなということで、監督しかも本当に一生懸命頑張ってやってきたので。まあ、それが今日形として現れてですね、本当に良かったなと思いますし、まあ、あの下馬評では結構高かったんですけども、ただそれは、今年君たちが今からやることが評価されることであって、過去のことは過去のことでちゃんとしっかり整理をして頑張んなさいということで話をしました。今日はですね、生徒たちと一緒に、しっかり喜びを噛み締めて、今日の優勝はもう今日で終わりと、また明日からですね、あのいろんな学校さんにもまた胸を借りながら、もうコロナ禍ではありますけれども、自己防衛に努めながら、しっかりさらに研鑽を積んでですね、子どもたちにいろんな名簿に来たという目的に見合うようなあの取り組みを、全員で一生懸命頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、すみません、ありがとうございました。Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another.